島根の情報をギュギュッとお届け。島根っ子の宅配便。島根っ子の宅配便、デリバリースタッフの村上遥です。今回お届けする情報は、自然満喫、みずほでバギーとサウナ。村上さんが訪れたのは邑南町のみずほハイランド。西中国山地国定公園の一角にあるスキー場です。開放的なテラスで緑が気持ちいいですね。みずほハイランドではオフシーズンのゲレンデを活用して様々なアクティビティを行っております。早速行きましょう。はい。そう言って案内されたのは、これは、こちらが2人乗りのバギーです。大きいですね。はい。右からアクセル、ブレーキとなってます。左ハンドルなんですね。こちら海外の製品となっております。広いゲレンデの中にバギーコースは合わせて5つ。初心者でも楽しめるコースもあり、すべてのコースにスタッフが同行、安全に誘導してくれます。じゃあ行きます。それでは出発。村上さん、この日はゲレンデ山頂の朝山を目指します。山道とはいえ道が整備されていて楽しいです。来場者が安全に走行できるよう、島根県の自然公園を活用した誘客促進補助金を使ってコース沿いの道などを整備しました。出発しておよそ30分、標高およそ1200メートルの山頂に到着です。着いた。だいたいまっすぐのところにあるのが広島市。空気が澄んでる時期だったら瀬戸内の島々がよく見えます。いやーって綺麗ですね。いい景色、爽やかな気分でお腹が空いちゃいました。お腹空きますよね。遊んだ後は地域特産の石見牛や地元野菜を使ったバーベキューも楽しめます。さらにこんな体験も。あ、到着しました。こちらです。どうぞ。え、これがサウナですか。え、すごい。え、もう開けちゃっていいですか。どうぞどうぞ。すごい。森の中にあるフィンランド式サウナ、アロマオイルが入った水をかけると、うわー、いい香り。森の中にはもう一棟。水音、鳥の声を聞きながら身も心もリラックスできる特別なプライベート空間です。自然の中の贅沢、これは絶対整いますね。備え付けのテントを利用すればさらに楽しい時間が過ごせそうですね。子供から大人まで一年中アクティブに楽しめるアウトドアスポットです。島根県内には合わせて14の自然公園があります。県では島根の自然を満喫してもらえるよう、地域の皆さんと協力して自然公園の魅力アップに取り組んでいます。自然満喫しました。あなたも出かけてみませんか。次回は水田園芸に取り組んでみませんか。またの利用をお待ちしています。